左、理系図書館右、情報基盤研究開発センター九州、大学情報基盤研究開発センターは、福岡県福岡市西区元岡にある九州大学の研究施設である。計算、通信、情報セキュリティなどの情報科学関連の広範な分野の研究開発を行うとともに、日本全国に7カ所設けられている全国。 共同利用情報基盤センターの一つとして研究者に対してスーパーコンピュータによる計算サービスを提供している。2007年にスーパーコンピュータシステムを更新。富士通のプライミックウェスト32台で構成された大規模 SMP クラスタ、プライマージー384台で構成されたクラスタに加え、ファイル管理サーバーのプライミックウェスト1台からなる。 大規模なハイブリッドシステムとされた。タタラと名付けられた、このシステム全体の総理論演算性能は31.5とフラップスと全国7カ所の全国共同利用情報基盤センター中で最高の性能を有しており、世界のスーパーコンピューターのトップ500においても、プライマージーのクラスターが172位、プライミックウェストのクラスターが335位にそれぞれランクされている。 富士通が九州大学情報基盤センター様のスーパーコンピュータシステムとしてプライミックウェスト計33台を受注。富士通最新のトップ500に富士通のスパコンシステムがランクイン。富士通。ありがとうございます。